はい、どうも、ユッキーです。今回は、タバコ、喫煙動画なんですが、こちら、ね、キャメルの、ライト、なんですが、これは以前、吸ったんですよ。だから、これをね、フィルターを、取り除いて、で、両切りスタイルにして、見ようかなと。アメリカでは昔、キャメルのね、両切りが、販売されてたんですよ。で、まあ、両切りタバコが、個人的にはすげえ好きなんで、ゴールデンバットとかね、ショートピースとか、まあ、そちらの方がき、あのー、好きなんで、まあ、自作っていうかさ、まあ、そんな感じで、どうなるかなと。思いまして、こちら買ってきました。値段が400円で、タールが6ミリのニコチンが0.6ミリ。で、こちら、タールが6ミリって書いてありますけど、これフィルターをちぎるんで、基本的にフィルターで、除去するわけですよ。タールとニコチンを。それを、まあ、フィルターをちぎることによって、で、ダイレクトに、吸えると。これは、まあ、他のタバコでもね、できると思います。まあ、俺がよく、使うのはこちら。両切りのね、タバコを吸うときに、このショットガンっていうやつね。アマゾンとかでショットガンでググれば、出てきますんで、値段が400円ぐらいです。非常に安い。まあ、この部分がね、鉄なんですよ。ここの部分が鉄なんで、ここが、プラスチック。なんだけど、ここの部分が鉄だと、ギリギリまで吸いたいじゃないですか。俺、貧乏症なんで。その時に、ここがね、プラスチック製とかだと溶けちゃうんで。まあいいや。それではね、吸っていきますよ。キャメル特有の、ナッツの香り。まあ、現存するキャメルのシリーズの中で一番、値段がこの安いっていうのがこのキャメルのライト。最近、1年前ぐらいか、に発売しました。やっぱ強く吸っちゃうとすごい辛くなるんで。弱めに、クールスモーキング、まあって言うんですけど、まあそれはね、まあやった方がいいかなと。美味しいですね。これ美味しいですね。普通に美味しいかな。まあ、キャメルシリーズはね、まあ、俺もいろいろ吸ってきたんですが、今の、日本で買えるものの中で、一番、タール値が高いやつが、キャメルのナチュラルボックス。値段が480円の、タールが 10mg、ニコチンが0.8です。で、これ海外では、別な、タバコが売られてるんですよ。
確か。未だにね。昔話題になった、タバコの個人輸入。となるものがありまして、まあ、関税とかがかかるんですけど、まあ、アメリカとかの、タバコ、をね、まあ、輸入して、個人で輸入して、で、販売してくれるサイトがありますんで、まあ、俺もそれまあ、使ったことないんですけど、ただ、結構関税がかかるらしいんですよね。で、その関税が、まあ、どれぐらいかかるのかって、結局その1カートンとか10カートンとかで販売されてるんですよね。5カートンとか10カートンとか、カートンでもう、売られてて、で、やっぱ値段がそれでもやっぱ高いわけですよ。それがやっぱね、気にはなるんですけど、ちょっとキャメル個人的に好きなんで、吸いたいんですよね。で、こちらキャメルのね、両切りタイプが昔売ってまして、そちらが、タールが 24mg、ニコチンが 1.8、アメリカ製になってて、昔は売られてたみたいです。もう今は、アメリカでも売られてない、みたいですね。でね、キャメルはね、日本の国外のその輸入で、手に入るのが、まあ日本では売られてない、キャメルシリーズいくつかありまして、キャメルのフィルターってやつが、売ってます。先ほどの個人輸入でね、手に入るんですけど、それが実に吸ってみたいと。で、あと、キャメルのね、ブルーとかね、ウィキペディアにすら載ってないようなのが、売ってるんですよ。それが気にはなるんですよね。で、他にも個人輸入で、手に入る、まあ日本では売ってない、個人輸入じゃないと、その外国にしか売ってないタバコもいっぱいあるんで、それは非常に、気にはなります。で、合わせて、その個人輸入っていうのが、果たして、一説によるとものすごい値段が関税がかかって、結果として、激安とかで販売してるんですけど、実際は、関税がかかるんで、まあ、実質大して、安くねえとか。で、10カートンとかで、10カートンとか。まあ、1カートン、最初でも1カートンぐらいかな。ぐらい買わないと、ダメっていう。まあ、購入ができない。タバコ。タバコ。個人。輸入。ということで、ググりますけど、あ、一応、1カートンでも販売してるところは販売してると。で、他にも、ラッキーストライクの、ブルーっていうのもあったり、これ気になるんだよな。キャメル。キャメルの、フィルターってやつですね。10ミリの、
キャメルフィルターってやつが、1カートンで3600円と書いてありますんで、まあ、それだけ見れば安いんですよね。1カートンで3600円だから1個360円なんです。まあ、そういうことですよね。ただこの3600円にプラス関税でいくらかかるのかっていうのが割と、載ってないんですよね。サイトに載ってなかったりするんで、怪しいといえば怪しいんですよ。非常に怪しい。誰か買った人間そこら辺にいねえかなって話。誰かいないっすか？買った人間。買った人間がいれば、その人の、まあ、リスナーとかで、コメントね、いただけるとありがたいです。まあ、これまで、タバコマニアのユッキーと名乗ってきましたけど、そこまで、ちょっと購入はしてないっていう。まあ、欲しいんですけどね。非常に。非常に欲しいんですが、まあ、ちょっと怪しい。まあ、タバコ個人輸入でググるといっぱい出てくるんですけど、まあ、そのサイトによっては値段が違ったりとか、っていうのが結構あるんで、まあまあまあ、いろいろ見てみると結構面白い。いや、面白いっていうか、まあ、現時点で吸いたいのはそのラッキーストライクと、ラッキーストライクのその、国外してしか販売してないラッキーストライク。で、キャメルもね。まあ、その他もろもろいろいろありますけれど。キャメルのフィルターって書いてありますね。ソフトパッケージのやつとボックスのやつがあって、キャメルは。で、表にはキャメルのフィルターって書いてあるんで、まあ多分、キャメルのフィルターは、まあ先ほど言った、なんだっけ、キャメルのナチュラルってやつ。キャメルのナチュラルってやつが、まあ、売っていると。それと味が違うのか、まあ、値段も違うし、まあ、見た目も当然違うんですけど。だから、見た目が違うんで、やっぱ味が違うんではないかと。まあ、タール値が同じ10ミリの、ですんで、ワンチャン、違ったりしねえかなとか。ちょっと気にはなってるね。ちょっと買いたいかなっていうのはあるんですけど。まあそういったのも。あとは
免税店の、免税店限定のあのラッキーストライクのなんとかかんとかとか。ねえ。結局あれ外国、どっか旅行行かないとダメなんですよ。海外に。それだったら、ねえ、個人輸入の方がはるかに安いですからね。近場で行ったら、なんか、韓国とかだろ？俺、韓国行きたくねえもんな。韓国行きたくねえもんな、大体。まあ、飛行機は乗りたいっていうのはあるんですよ。ただ、間違いなく旅行代金がやっぱ高いでしょ、多分。近場だったら、中国か、韓国か、あと台湾か。この中で言ったら台湾が一番あれですよね。台湾が親日国なんで、ちょっと台湾行ってみてっていうのはあるんですけど。まあ、その他行きたい国っつったら、ドイツとかさ、ドイツとかの、ビールが好きなんで、ドイツ、本場のドイツの、ね、もう水のように飲んでるらしいんで、ドイツでは。ビールを水のように飲んでるらしいから。ね。ただ一人で行くのは怖いんで、個人的には。非常に怖いんです。まあ、当たり前ですけどね、俺、日本語しか喋れないんで。っていうのと、やっぱ、海外っていうのはやっぱりね、治安が悪かったりとか、あるんで。まあ、行くとしたら、なんかツアーとかの、なんか、ツアーガイドの人がいて、みたいな。そういうとこ行きたいですよね。ガイド。いくらぐらいするんだろうな。国外。いくらぐらいするんだろう。あ、書いてありますね。関税について。1カートンで、関税が2600円かかるって書いてありますね。1カートンで2600円かかるって。ワンカートで2600円って、全然あれ元取れねえじゃん。全然元取れねえじゃん。ちなみに、マルボロが、まあ、このサイトによっても値段違うとは思うんですけど、まあ、マルボロって一番世界で、人気ナンバーワンのタバコなんで、それで考えると、3カートンで11,700円。と書いてあります。これ買う意味ねえだろ、書く。絶対買う意味ないでしょ、これ。
3カートンからしか買えなくて、で、さっき言ったように、1カートンあたり2600円かかるから、2600×3 で、7500円ぐらい。もう全然元取れねえじゃん。しかも日本でも売ってるこの丸ボロですね。わざわざ海外のやつを買うかって話。相当マニアですね。ほぼほぼだってパッケージもまあ違う、同じだしね。パッケージ違うとかだったらもしかすると味も違う可能性が結構高いわけで。まあ、それならまあわからんでもないんだけど。そもそも個人輸入ってのが、ね、サイトで、まあ、安いって。激安みたいな感じで、ね、書いてあるくせに、関税を加えたら、結局、大して変わらないどころか、むしろマイナスになってるパターン、ありますからね。3カートンもいらねえだろって。まあ、ということで。キャメルの、ライトの両切りは、まあ、まあ、値段400円だからな。400円だから4つ星だな。ご視聴ありがとうございました。